アイウォーターのシリーズは絵に出てくる、まあ、女の子で、まあ、人間の、まあ、一粒の涙から、まあ、皆さんにいろいろな感情をこう読み取ってもらう、シリーズになっています。まあ、ぐるっとヒュンダイソウルを見た限りだと、若い方から年齢層の高い方まで、いろんな方に来てもらえるような、それでいて最新のものをピックアップしてる建物なのかなと思いましたんで、まあ、自分の作品がそこでどういう評価を受けるのかが楽しみです。今回は、2会場同時の展示になるので、こっちのプリントベーカリーでは橋爪エアの作品を知ってもらうためにいろいろなバリエーションの作品を用意しました。